赤穂亮さん100万円ナイスパイです。すいません、今バレンさんの前向き教室のライブを拝見してるんですけど、すいませんね、ちょっと昨日から体調が悪くて声があんま聞き取れないと思うんですけど、さっき視聴者様がバレンさんに武井選手が勝ち目立てやった場合どうなりますかって質問があったんですけど、皆さんどう思います？バレンさんの見立てだと赤穂のような負け方にはならないと、体も強いしっていうところでおっしゃってたんですけど、まあ自分は、武井選手とカシメロがやった場合はもっと、ボコボコにされちゃうんじゃないのかなっていうふうに思ってて、やっぱりね、まだこうボクシングに来て経験がないってところがやっぱり一番大きな要因だと思うんですけど、やっぱり赤羽さんがああなったって言っても、ね、国内では敵なしで、でまあ負けたのは世界の2回のみと、で、選手がああなったってところで、やっぱりまだそのね、ボクシングに来てボクシングスキルとかがね、まだ浅い武井選手は、その対戦っていうのはちょっと早いと思うし、まあかなり危険な相手なのかなとは思うんですけど、ただその誤解しないでいただきたいのは、赤穂さんとその敵対して、武井選手赤穂がね、ああいう負け方したから武井なんてとかって言うんじゃなくて、俺も武井選手かなり好きですし、かなり将来的にも面白い、ね、選手になると思うんですけど、今現時点でカシメロっていうのは時期尚早というかちょっとあれなのかなというふうには思いました。もうちょっと内容も、ボコボコになってしまうんじゃないのかなと、いうふうには思いました。まあ何が言いたいかというと、ちょっとカシメロが、強すぎるっていうことですね。はい。皆さん、ぜひこの武井選手とカシメロ選手についてね、意見ございましたらどしどしお寄せください。以上です。